そういえばミケさんは匂いを嗅げば相手のことがわかるって聞きました。それが本当ならミケさん、私はどんな匂いがします？事件の匂いがするな。その芋はどうした？やっぱり分かっちゃいましたか。見つかったからにはちゃんと返してきぶ。まだ匂うな。嘘の匂いだ。懐にパン、いや肉があるだろう。なぜそれを。どうか肉の方は、肉は内密に。さっきから二人して楽しそうにしてるけど、一体何をやってるんだい。ナナバさん、これはただミケさんに私の匂いを嗅いでもらっていただけで。サシャの匂いだって、初めて共闘した時に嗅いだんじゃないの。それもそうだったか。あれ、つまりもしかしてすでに嗅がれていたってことですか。ミケは初対面の相手の匂いを嗅ぐのが癖だからね。とにかく彼の態度を見るに君を悪くは思っていないはずだよ。ああ、そうなんですか。私の匂い、一体どんな匂いだったんでしょうか。さあ、それはミケのみぞ知るかな。あ、それはそうとサシャ、肉はちゃんと返しておくようにね。そんな、私のお肉。これはいい紅茶だな。香りが他と違う。町の奴らからのもらい物だ。いつもお勤めご苦労だとよ。そうか、ありがたいことだが、彼らの思いに報いられるのはいつのことになるやら。エルヴィン、そう暗い顔をするな。近頃この辺りではあまり巨人の匂いがしない。着実に数が減っているということだ。巨人どもがあとどれだけ残っているのかは知らねえが、まあ俺たちも相当な数を殺してきたからな。それよりもミケ、今匂いを嗅ぐなら巨人より紅茶にしておけ。それもそうだな。戦況がどうなろうと俺たちのやるべきことは変わらねえ。敵の居所ならミケの奴があの鼻で探り当ててくれる。お前は号令をかけて俺たちを動かせばいい。そうすれば俺が巨人どもを仕留める。その通りだ。そうだ、私としたことがどうやら弱気になっていたらしい。てめえも一丁前に弱気になるんだな、エルヴィン。そういうもんとは無縁の人間だと思っていたが。私もただの人間に過ぎない。弱気になることもあるさ。だがお前たちのような心強い仲間がいてくれる。そのおかげで私は戦い続けられる。これからも頼りにしているぞ、二人とも。